全国の特別さん、こんばんは。シアの放送部タクト。どうも、コーディです。ペーン、はい、また音量ミスってます。だから、いい音量でいこうって言っても、満金でプーンです。なんで鼻ほじるよ、もう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何ですか？ちょっとね、はい、俺、ヒカキンさんの動画見たのよ。はいはいはい。最近上げとったやつでさ。ヒカキンさんって誰？もうやばい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 。ヒカキンさん動画出してるんですけど、はい、なんかね、ヒカキンさんの弟と偽ってパーティーに誘い出す人がいるとか。上げてましたね。なんかそれを見て思ったのだ。あ、それってさ、やっぱタック TV レイディオも100万人も登録者がおるわけで、はい、やっぱね、僕の中で有名な人やけん、そういう同じ悩みがあるんじゃないかと思って、あ、この場を設けさせていただいたんですけど、はいはい、なりすまし。なりすましってどうこうみたいな。あ、まあ、でも出会い系にいるのはあれ本物です。いないです。なりすまし結構 SNS では結構あるんですよ。まず、うん、まだやったことない SNS にもいるとか、うんうんうん、あと新作で発表されたゲームとかあるでしょ、うん、最近だと、まあ、結構前ですけど、うん、Call of Duty モバイルとか PUBG モバイルとか、うん、リリースされた時にタック TV って名前打ったらもうすでに使われてますみたいな、あるよ、ザラです、そういうのは。なるほどね。すでに使われてますっていうことはもう何回もあります。そんなのまだ緩いじゃないですか。ゆるいけど、これは迷惑と思う、本人は。なんか好きでそういうの打ってるって人たちが多いと思うよね。さあ、そうですね、そうですね、まあ、迷惑、まあ嫌だね、正直。だってタックで登録したいの、ナチュラルにタックだから、うんうん、でも使われてますってなったらなんでやねんってなる。なるほどね。のはありますね、うんうん、あとは結構なんかそのアカウントを使える人がどういうプレイするとか分かんないじゃないですか。めちゃめちゃ上手けりゃいいわけですよ、タック。お、本物かな、めっちゃ上手いやん、うんうんうん、その人がめっちゃ下手とか、やっぱゲームの人迷惑してるらしいです。それでチートっつってね、違法行為して、うん、なんかゲームちょっと改造して強くしたりとかする人がいるのよ。それで名前使われてるとか、そしたらあたかもその人がやってるみたいに思われかねないじゃないですか、うん、そういった面では多分迷惑だと思います。なるほど、なるほど。今までそういうのはないんで別に全然いいんですけど、うん、あとなりすましで言うと、ちょっと前にさ、僕を偽ってとある女の子のアカウントを乗っ取ってタック TV に遊び誘われましたみたいな感じでツイートした人がいたのよ。マジ？うん、だいぶ前やけど3年前ぐらいの話ですけど、これ。うんうんうん、当時なんか僕がよかったら夜遊ばないみたいな感じで、うわすんごいやん。 TikToker の女の子、 TikToker の Twitter のアカウントに急に僕とのスクショのやり取りがブワーって貼られて、え、いや一切やり取りしてないんですよ、その人とは、うんうん、面識もないんですよ、うん、知らなかったんだから。でも僕がやり取りしててよかったら夜遊ばないみたいな。でもそれって結構巧妙で、まあ、そのスクショ全部作り物だったんですよ。手こんどんね。しかもその TikToker の女の子のアカウントを乗っ取ってやってたんですよ。うんうんうん、それでブワって書き込んでたんですよ。っていう手やろ。もういいて。こういうやつに絶対もういいて。っていう手もういいて。その時直樹マンも同じこと言ってました。っていうもうタックタック認めようとか認めようよ。やってねえから楽になろうよ。マジでやってないから。そういう人がおったんや。いました、いました。なかなかよね。 それでやっぱ犯人見つかったんですよ。あ、そうなんや。見つかりました、見つかりました。っていう手やろ。本当に見つかりました。いくら渡したその人に。犯人になってくれた。だって頼むってありましたね、そういうこと。苦労しとんね、そう考えたら。それはちょっと大変でしたね。なんかさすがにね、一部の人は未だにそれを信じてる人もいますし、表面的に見たらやっぱそうなるよね。相手がその未成年だったんですよ、その女の子は。うわ、だからそういうことやってたんだろタック TV はみたいなのはありましたね。やってないですよ本当に。普通に逮捕案件ですからね。いや、まさにまさに逮捕案件ですから、うんうんうん、リアルでいくとね、ヒカキンさんの動画みたいな感じなどいくと、うん、結構最近というか、うん、もう1年前ぐらいですかね、うん、とある方から聞いた話なんですけど、僕結構いろんなところで目撃情報があるんですよ、うん、実際にそこに行ってないのに目撃情報、うん、一番最近で言うと本当一月前ぐらいに、今長野のどこどこのスキー場いますって来たことあるんですよ。いないいないいない、滑ってないそんなとこでみたいな。なんか結構僕ってどこにでもいる顔というか、うん、うん、なんかいそうな顔っぽいんですよね。あー、まあ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 、結構いろんなとこで目撃されるんですよ。どこどこのアウトレットいましたよねみたいな。ほいほいほい。僕朝からいたんですけど、朝も見て夜も見たんですけどみたいな。どんだけいたんですかみたいな。いっぱいおる。そうそう、俺じゃないのにそいつに対して俺どんだけこいつアウトレットにおるんと思ったこともあったし、うんうん、結構そういうのあるんですけど、うん、その中で一番大きかったのが東京の歌舞伎町のとあるキャバクラに僕が入り浸ってるっていうっていう情報があってで、これまあ誰から聞いたか伏せるんですけど、有名な方です、うん、から、もう普通の会話の流れでね、言ってください、どこどこのお店結構行きよるやろみたいな感じで急に言われたんですよ。そのお店結構有名なとこなんですよね、うんうんうん、で行ったことないんですよ、うん、何の話っつって、うん、したら、いやいや結構行きよるやろみたいな、
って言ってないよって言ったら、いやそこの女の子といついつアフターで店終わった後に遊び行くみたいな、うんうん、で行ったやろみたいな、誰誰ちゃんみたいな、わからんみたいな、いや全くわかんないの、うん、えそれ何の話って、いや本当に言ってないよって言ったら、その人がね、いやいやもうええと、いやもういいよ、いやいい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 言ってないのよ俺一切いや一切言ってない、言ってるマジで。でっていうのもね、うん、これさ、でもどういうことそれ、わけわからん、わけわからんね、何目的かわかんないですよ、うん、だから俺ちょっと仮説を立てたのっていうのも、うん、歌舞伎町のとある一店舗のお店に僕のマネージャーの知り合いの方が働いてるお店があったんですよ。結構昔の話なんで今はもうどうか分かんないですけど、うん、であって、僕東京にお仕事行くたびにそこにマネージャーと挨拶しに行くみたいな、挨拶がてら行って、うん、福岡のお土産持ってったりして話したりするみたいなことがあったんですよ、うんうんうん、これがね年一とかよね、ほんと、うんうんうん、年一とかであったんですよね。でそれがあったぐらいでその話が出てきたんですよ。なるほどね、うん、ただその人の言うあんた入り浸っとるやろって言っとる店はそこじゃない絶対、うん、一度も行ったことがない、なんなら当時聞いたことなかったし、うんうん、でその店を調べて、あここ有名なところなんだって知ったんですよ、うん、結構高級でね、うん、高くて、ただその場所とめちゃめちゃ近いんですよ、うん、だからそこで、まあ、本当に俺はその近くにいたから実際年一ぐらいで、うん、それを見たリスナーさんが特定じゃないの、はいはいはい、特定じゃんっつってで、うん、僕の名前使って俺タック TV だよって言っていろんなとこで遊び散らかしてんじゃないかなって思ってるんですよ。タッチ悪い悪いでしょ、悪いね、やってるやつがいいんだよ絶対。だから僕って基本顔出ししてないじゃないですか。そっか、だからタックそれはチャンスとね、これ見てこれ俺みたいな感じでやっとけば、うん、みたいになるじゃないですか。立ち絵とかってことだよね、これ見てこれ見てみたいな。だそれをやってるやつがいんのよ。ちょっとしんどいね。多分まだいるよ絶対、今も多分いますよ、それやってるらしいですよという言い訳でお届けしてマジで言ってないから、タクちゃんまたまたもう楽になろうぜ。いやもうこのやり取り俺もう以前やってるから、うん、そこであ、こすってます、こすってます、こすってます、1、2時間やったからこのやり取り、あだいぶこすってますね。詳しく聞いてよ、うん、何なんその話っつって、うん、どうしたら言ったら、だからその相手の特徴も俺らしいですらしくて、いや怖いね、やっぱり怖いしちょっと、うんうんうん、これはちょっと怖かったっす。そうね、冷静に考えたらメインチャンネルとかあんま顔出ししてないからいくらでも言えるやん。そうなんです、顔出ししてないもん、うんうんうん、例えばじゃあ俺がどこどこ行ってこれよって言ったとしても正直バレんやん。バレない、バレない、ね、バレんからこそ使える。僕も一回そのツイッターでね、はいはい、タック TV レイディオから DM が届きましたみたいな、 LINE ですりゃいいのにと思って DM 開いたら、黙れゴミクズとか来たよね。なあこいつと思って、なあこいつと思って開いたら思いっきりなりすまし。たまにエイペックス俺結構やってるんですけど、ゲームのね、なんかさっき死にましたって、さっきやられてましたよね、さっきどこどこのマッチで死んでましたよねって来るんですよ、うん、あれは全部俺っす